はい、おはようございます。鼻払ってきます。いや、時間が経つのが早いよね。年が明けたと思ったらあっという間に2月ね。異様にあったかいしな。異様にあったかいからか、なんか花粉がすごいんですよね。でどうやらこの時期に飛んでるのは杉とかそっちの春先になるやつじゃなくて、一年中なんか飛んでると言われるブタクサっていうの。もう朝もうくしゃみとさ、咳とさ、ダブルパンチで目覚めるもんな。なんか最近やっぱりスマスロと、なんだったらスマパチっていうか、まあパチンコのはまあ主にリゼロになっちゃうんだけど、リゼロシーズン2ねっていうのばっかり言ってるからさ、非常に収支が荒れております。今年は勝率が低い、うん、まあまあコイン単価が、玉単価がね上がってきましたんで、やっぱりそういう、うん、日常になるよね。例えば花とかジャグラーとか打ってたら、場合によっては上昇、うん、できたりもするわけじゃん。いい台さえ掴んでしまえばね、まあ、ものすごい勢いで鉢が転がり込んできますんで、それこそだけど6なんかね引っ張ってきたらもう9割以上勝つからさ、1日とか回したらね。対してやっぱスマスロ、まあ主にやっぱバルブレイブあるいはカラクリサーカスといったあたり打ってるんですが、もうそれこそ6でもさ勝率が6割とかで、それ1日で6割だから半日とかともっとさらに下がるわけだよね。でもなんだったら五分五分ぐらいの勝負になりますんで、でましてや6でそれなんで5以下の設定で、場合によって1とかなんかだと、まあもう基本的に負けるみたいなことになるんですよ。でこれどうやって勝つんだぐらいの多分連敗が続いたりみたいな人も中でいると思うんだけど、あのそういうもんだから、5連敗場合によっては10連敗とかありえるからね普通に。ただやっぱりそのうん、負けてばっかもいられないじゃん。だからどこかででかいのをやっぱ持ってきたいわけよ。まあもちろん狙って引っ張ってこれるもんじゃないんだけど、でやっぱ思ったのが、たまたまやっぱそのどっかでね適当な頻度ででっかいのを持ってこれてる人が続けれる人。僕らはさもう仕事でさ、やれ収録だ来店出すってやってるから、どうやっても嫌おなしに打つんだけど、でほとんどの人はさもうその日、ね、その自分なりの予算の中でさある程度なんか限度なんかも決めながらやるわけじゃない。そうするとですね、そうだな、でもやっぱ実際のとこ、うん、3回に1回とか4回にせいぜい4回に1回とか何かが起こんないと多分続かないと思うんだよね。っていうので場合によっちゃね、もうそっちの方のはドロップアウトしましたみたいな人も中にはいるのかもしれないけど、まあ続けてればどっかでね、うん、でかいのは持ってこれるもんなんで、収支がなかなか安定しないとお嘆きの方もね前向きに頑張ってもらいたいということなんですけど、ただね続かないもんは続かないからね。で続けてれたらどっかでやっぱとんでもないのも食らうのよ。なんかやれ5連敗でいくらいくら負けとかさ、 10万とかで済まないよもう、うん、20万30万とか食らうことがあるから、それを乗り越えれるかどうかというね話でもあるんだけど、幸いなことにやっぱスマスロの扱いがいいお店というのがだいぶ増えてきました。ワインよっちゃ本当バルブレイブとか日常的にやっぱ6を使ってるお店とか押してる店あちこちでね出始めましたんで、スマスロもそういった意味じゃ、まあうん、今年この2024年ここからまた、うん、スタートかなというような雰囲気もあるよね。まあ、最初鳴り物に出てさ、でまあヒットした機種しない機種ね混在してる状況ですけど、なんとなくまあ去年1年ねホルさんも運用してきて使い方がなんとなく分かってきたのかなというような、パチンコのスマパチに関してはまだちょっとね迷走してるとこあるもんね。で今年さね、まあまああのビッグタイトルじゃないけどさ、また新機種がいっぱい出てくるじゃない。まあ近いとこだと南国育ちとかさ、あと半券でいうとゴールデンカムイとかさ、その辺の機械がねしっかり認知されて稼働してってなっていくといいんだけど、まあ現状ほんとこの1年2年やってきてやっぱ定着した機械がまあバルブレイブでしょ、あとまあカラクリもやっぱいいみたいいいね、でまあなんといっても北斗で台数を抱えてさしっかり稼働する機械が去年1年でまあまあある程度今後のその向こう、まあもちろんね中期的というかまあ言ったら短期的でもあるのかな、まあ少なくとも今年1年は大丈夫かなっていう機会がまあその辺出てきたんで、あとはまあ追いつけ追い越せでねいい感じでやり合ってもらえればいいんじゃないかなと思うんだけど、パチンコもようやくだよね、リゼロがリゼロシーズン2が今いい稼働してますけど、
うん、塩気にから始まり、もうひたすら滑り倒したもんね。でまあ SAO かソードアートオンラインが、まあ、ちょっといいぞとなって、うん、ソードアートオンラインだけ稼働してるみたいな様相でしたけども、リゼロでようやくだよね。ただまあスマパチもねっていう一騎手じゃしょうがないわけでね、海物語とかが滑った日には、ね、どうなんのって思ったけど、まあ、ひとまずね、まあ、スマパチそのものがダメなっていうことではないんだというのが今のまあリゼロの、ね、スマッシュヒットでまあまあ一応証明はされてますんで、まあまあ今後ねそっちの方もいい機会が出てくるといいんだけど、いやーでも1月まあまあ負けたんですよ。期待で言ったらここ近年でワーストぐらいの勢いじゃないかな。まあ言うほどでもないんだけど、あそうでもねえか、13万、あ思ったほど負けてねえな。でなんだったらそのぐらいだったら一発なわけよ。花花半日じゃ無理よ、それはねそういう台じゃないからね、あれなんだけど。で1月はでかいのを持ってこれなかった、やれ7000枚8000枚みたいなのが。でも一発でもあれはもう話変わったんだけどね、そういうのがなかった。なんかうん、せいぜい3、4000枚とかね、それじゃダメなのよ。立ち上がり大丈夫ですかこれ。もう180、朝から200超えか、235ちょっと手こずったな。7K7000円、黄色、まあ変更挙動ということでね。この台はね、昨日3の6で160分の1ぐらいかな、166分の1。なんだったら末置きでもね、戦えそうな台ではあるんだけど。で7夜でまあ、ぐらいの確率でレギュラー引いてる台とかだからね、多分昨日良かったんじゃないかな。ビッグ引けてないけど。ただまあ変更挙動なんで、まあそれがどうなったかっていうことよね。で一応ビッグ1でスイカ1。まあまあいいでしょう。ねえ。僕がクロスで一発当てる間に、早い人はもう4回当たってるな。ここ滑りたくねえよな。ここでストレート全止まれとかになるともうなんか周りにねロケット気味のスタートの台が散見されますんで、ちょっと危ねえんじゃねえかっていう気がしてきてるけど、まあ昨今の7夜はパチンコっていうね、うん、受け皿が充実してきてますんでね、まあ多少ねパスロでやられたとてなんとかなる、ね、余地はね残されているんですよ。7夜で花々打ってる分には、7夜で花々打ってる分でパスロ打ってる分には、だからそうだよね、パチンコに最後まで行かない日なら多分まあ大群れ勝ってんじゃないかと思うんだよね。まあ揉まれて揉まれてみたいな感じになっちゃったら分かんないけど、パチンコに行かない、すなわち逆転を狙う必要がないってことだから、だからパチンコに行かないを目標に頑張ろうよ、ひとまず。ただパチンコに行ってね、あれ逆転したんだっけ、カラクリサーカス逆転までできたかどうかちょっとよく覚えてないけど、とかでどうにかなることもあるから。ただまあやっぱ短時間勝負のパチンコほど負けるもんないからね、まあ、去年はそうでもなかったけど、一昨年とかその前の年とか結局そこでいっぱい負けてるから、そこで負けた分が積み重なってるから。まあ130これで5ゲームだけど、いやストレートドボンちょっと見えてきちゃってるよ。こういう立ち上がりは立ち上がりが一番困っちゃうのよ。朝適当にはまります、で当たります、で速やかに飲まれます。これさもう総ゲーム数が500とかになってさ、で当たり1だからまあ500分の1ってことだよね。直ちに良くないじゃん。だからまあ他が空いてたらじゃあ2台目行こうかなって、もうその段階で1回なるんだけど、ただそこがね一番いい台を、ね、捨てやすいポイントでもあるんだよね。しょっぱな中ハマりもしくは大ハマりストレートドボン、過去本当やれ5だの6だの、ね、幾度となく捨ててきてますけど、一番その、うん、捨てる割合が高いポイントっていうのかな、展開っていうのかな、まあ、こういう時あで当たんねえやつでさっさと、あでも次行こうって言ったら実はっていうね。あいにく今日は朝からハラハラが満台ですんで、あでもまあニューハナゴールド空いてんのか、天章と鳳凰とキングハラハラにもう空き台はないので、まあ、もうちょっと、まあ、様子を見ようかなというところではあるんだけど、ただまあいかんせん当たりが取れてませんので、このまま当たらないようだと
早期撤退ありえると思います。おお、ギリギリセーフ236。おい、オッケー。まあまあこれができてる分にはまあ大負けはしないんだけどね。ギリ持ち玉、危ないとこあった。残り15枚。うん、ここはスイカ落ちず。235ゲームビッグ、236ゲームビッグ。まあまあまだわかんないけどね、近々光物系、まあ、鳴り物系でいうと南国育ちがね出ますけど、前回のね南国も惜しかったんですよね。6号機の、まあ、6号機南国の第1弾という言い方の方がいいのかな。まあまあリミッターついてるんで、リミッターっていうか、うん、2400枚上限なんでね、まあなかなかしんどい時期にリリースされた台でしたけど、一瞬おもろってなったんだよな。ただで、とある情報が出回ってしまって、もうほんと朝だけ、うん、知ってる人だけ朝打ってみたいなさ状況になっちゃって、あれでもう詰んだなっていう感じだったよね。何もなければ普通に面白い台だったと思うんだけど、でまあ今回スマスロ版でお目見えということになるんですけど、いやーもう初代からね、えだいぶ打ち込んできましたんで、初代なんかもう毎日のようにさじがあったもんな。非常に楽しみではあります。あとまあ最近出たあの龍神か、あれもすごい気になるんだけどね。僕が行ってるお店にね、行ったお店とか、うん、仕事でお邪魔してるお店にはね全く入ってなくて、見つけたらいつか打ってやりたいなと思ってんだけど、場合によってはもうその頃までなんか生き残ってないんじゃないかっていうね気もするんだよね。なんかどうやらそんな反応が、うん、いいということもないみたいなんで、僕は多分好きなんだけどね。まあまあそれよりも何よりもまずは南国だよな。まあ東海圏なんかだとね、やっぱりそれなりにやっぱり、うん、台数入れるお店も多いみたいですし、バチバチに稼働してくれるといいんだけどな。この昔南国育ちは確実にパチスロ市場の、ね、中心にいましたよ。中心の方に覇権を取ったと言えるほどではないけど、お店の、ね、王将ではないけど飛車角ぐらいのポジションにいた時代があったもんな。だからまあ言ったら置き時とかを好んで売ってるようなお客さんの層にミートできるかできないかという状況になるんじゃないかなと思うんだけどな。東海圏とかにおいてはね、なんか狙いどこがね、前の、南国みたいに狙いどこがちょっとはっきりしちゃって、でなんかうまくて知ってる若いお兄ちゃんたちだけ得するみたいな感じになっちゃうと、ちょっと多分残念なことになるんだけど、まあもうさすがにそんなことはないでしょう。前回のね、まあ、反省とまでは言わないけど、まあ教訓というかね、うん、ありますんで。いやなんかね、そうなのよ、そういうちょっと特別なさ狙いどころがあるようなない、だから千葉リオとかもまあちょっとその気あったけど、やっぱりねその知ってる人だけ得をするみたいな作りの台はね良くない。なぜなら知らない人が損をするわけじゃない、つまりは。で結局負けてる人は打たなくなるでしょ。そうすると稼働が落ちて、結局もうそのハイエナ機、お店ももうさ設定なんかろくに使えませんよ、そんな状況じゃ。ってなってもう衰退の一途なんだよね。ねえ、過去にそういう台いっぱいあったけどさ、あんまりやっぱいいことじゃないというか、南国育ちにはそうあってほしくないよね。またしのいだ189。ああこうなんだ。まあうん、よくはないんだけど、ああそう、まあでもダメな台だったらどっちかでドボン食らってそうな気もするんだよな。で食らってないから、これは何かありますか。これでビッグさんのスイカ1、うん、微妙なところではある。まあ大の吉原氏はまだ全然ちょっと何とも言えないけど、ただこの展開はさ、ちょっと一瞬なんか出てもよくない球が、うん、ギリギリのとこ、これで2回耐えたからね。ここはちょっと1回上がってこなきゃダメだろう。でもダメなりにこうやってビッグ引けてるときは助かるよね。でもおかげさまで大して負けてないからね。うい、これ負けだろね、分かっちゃうね。いやでもなんかなんとなく思った通りになってるよ。でなんかこの辺がこの台のターニングポイントな気がする。これがこの一発で終わんないようだったらまだあるよ、うん、頑張れ。うえこれですよ皆さんこれですよ、もう言ってるそばからよ。
はい、プラテン。ねえ、これ思った通りになってくれるときはいいよね。スイカ、はい、うん、これは戦えるな。あの、やっぱドボン食らいそうなところで食らわなかったっていう、それもあるよね。まあ、ままなる台は飲まれない。はい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 。それで、ビッグ4のスイカ3、ガゼンだな。さあ、畳みかけろ。やっぱもう残りクレジットぐらいの局面はやっぱ2回しのいだらやっぱ、うん、もうなんかこの辺の、うん、跳ね返りは設定どこじゃないような気もするけどね。あの耐え方したらやっぱ嫌をなしに出ちゃうよね。まあひとまずね、ビッグが引ける日っぽいんで今日は助かってます。4の1で142分の1。まあレギュラー引けてないし、まあね、ここからまたちょっとはまったらすぐ微妙な傘になっちゃうんだけど、まあまあひとまず綺麗な数字になりましたんでね、ここからスタートのつもりでいい感じで復活したんですけど、やっぱ楽な展開にはならないな。やっぱ100、まあ、まあ、146ゲームだけどまだちょっと中ハマりが目立つな。ここでまた200からのドボンとかはちょっとやってないんだよね。だったらもっと手前のとこで、ね、2回ドボン仕掛けたわけだから、そこでもう行ってくれちゃってた方がむしろまあ話が早くてよかったというねことにもなってしまうんだな。これが、まあ、200これで15だけど、200ゲーム台ビッグ、うん、出てるとか200ゲーム台でビッグを引ければ被害は最小限。1ゲームでビッグを引けんだから300以内に引けないわけがない。まあまあなピンチを乗り越えたんだけどね。いやー、この流れでドボンはちょっとねえきついんじゃないかこれ。早めのドボン、危ない場面2回あったけど、あそこで飲まれてたらまあちょっと買い足してもいいかなと思ってたけど、こうなっちゃうとこのままね、全飲まれとかになっちゃったらちょっと追いづらいよね。まあ、ビッグ中のスイカがビッグ4回に対して3回、これはまあまあなんだ、ただぐらいなもんで、あとじゃあどっかいいとこあんのかって言われるとあれようでないもんな。負けも引けてないしな。こうなっちゃうのか、ね、1回いけそうな感じに持ち直したんで、からのズドンだからちょっとダメージでかいよね。ただまあまあ飲まれずにまあまあ持ち玉でやれてるんで、うん、そこはまあ良かった、恵まれてた。一番ヤバそうなとこは耐えれたんだけど、むしろ一番いけそうなところからドボンを食らうっていうね、なかなかトリッキーな動きをしてくれましたよ。まあとてまだ可能性はあんのよ。まあ一旦送迎無数でまだ1000ちょいぐらいだろ、1052で、まあ4の1ってなってますけど、とかでボーナス2回とかね、で捨てて6でしたとかっていうこともあるから、あらまあまあ、ね、当たらない台をやっぱいつまでも続けてはいらんないんで、もう一発耐えたい気もするけどな。星7000だろ、もう一発耐えて当たり持ってきて、でそれでどうにもならなかったら、まあいよいよまあ諦めもつくかなっていう感じなんで、またこれ土俵際なんだけど、この辺でなんとかなら。はい、449全止まれ。はい、もうちょっとだけやってみよう。当たるまで追っては見たいんだけどな。はい、これで1万円まあここまでかな。引っかかるんかで負けだろ。あ、ビッグなのか。投資がジャスト1万円、もうここだよね。スイカが落ちると、
まあ1265ゲームでビッグ5回なんで、まあそこはもうこの際いいのよ。なんとこネックはレギュラーね。スイカはむしろいい。ビッグ5のスイカ5。やっぱ悪くねえのかな。たまたま化け引けてないだけか。であるならちょっともう石の上にも3年で我慢してた方がいいのかな。でもここ行かれたらさすがにじゃねえか。あ、そうだ、つい1週間ぐらい前にさ、十数年ぶりにあの切符を切られました。いや車のね。でこれがさ、ちょっと非常にまあ納得がいかないというか、いやまあそれはおとなしく応じたよ、なんだけどちょっとね、そのなんだろう、ハード面に問題があるんじゃないかという切られ方をしたのよ。まあなんで切られたかっていうと、あの左折信号、右折信号じゃないですよ、左折信号に気づかずあの左折したっていう、まあそれだけのことなんだけど、地方とかね、田舎の方はねそんなにないのよ。岐阜とかでもほぼ見たことない。東京はやっぱたまにあるんですよね。でまあそれは存在は知ってんだけど、まずね青信号だったら左折はするじゃん。っていうか大概の信号ってそうだと思うんだけど、でこう上に3つあって、で青だったらまあ直進左折で、まあ右折に関しては右折信号ついてる信号はまあどこにでもあるし、まあ、まあそれはね気にしてるからさ気づけるんだけど、左折信号よ。で青がついてんのよ。でそっちが目に入った瞬間もう左折するじゃん。であのまあ案の定左折したら、まあ、対向車にパトカー止まってるのも分かってたんですよ。でもまあ別に何してるのかも分かんないし、まあ、ただいるなっていうだけ言ってたんだけど、僕が左折するなりものすごい勢いで追っかけてきて、で俺一瞬なんだか分かんなかったんですよね。えっと思って、別にベルトもしてるしスピードも出してないし、で止まりなさいというか止まってね、スカスカ降りてくるからさ、えっと思ったら、左折信号あったの気づきませんでしたかとかって言われて、で気づいてたらまあ止まってんだけど、いや気づけねえって案外左折信号は。でこれマジで不親切だなと思ったのが、思うのが、いや左折しちゃいけないんだったら青つけるなよっていうね。なんか黄色点滅にするとかさ、もうなんだろう、めったにない信号じゃん、左折信号付きの補助灯付きの信号なんて。やっぱ青かったらまっすぐ、まっすぐと左折はしちゃうよね。えもう無意識じゃんそんなの、刷り込まれちゃってるからさ。もうこれはだからなんだろう、まあそういう、信号が、信号っていうかルールがあってもいいと思うんだけど、であるならさ、なんか信号もうちょっと工夫してほしいよね。でなんでこんなこと言うかっていうと、実は僕まあ左折しました。後ろ走ってた、真後ろにいた車はもうそのまま一緒に左折してんのよ。で2台いっぺんに持ってかれてんだけどね、えまあ言ったら僕、まあ、ゴールド免許だったんですよ。でもう2回目の更新を去年の7月にしてゴールド継続だったんだけど、ついに青い普通の免許証に戻る時が来てしまいました。ただ、まあ、不幸中の幸いかな、まあ、更新行ったばっかだから向こう 4年半ぐらい、まあまあ行かなくていいんだけど、ただまあまあちょっとなんか下せないというか、腑に落ちないというか、なんかごねたいんだけどさ、じゃあごねようもないじゃん。信号機の文句を警察官に言ってもねえ取り入ってくれないだろうし、もうただしょうがないなと思うんだよ。でだからまあまあおとなしく切られたんだけど、ね、そんな補助灯付きの左折の、ね、補助灯付きの信号なんてさめったにないし、もう俺存在忘れてたからね。場所によってはそういうとこありますんでね、とこれをもしご覧のになっていただけている方の中にこの話を思い出して左折信号に目が止まったという方がもしいたら、その方の減点は未然に防げたということになりますんで、一応ねそういうことがあったという話をしておきましたよ。どういうなんだろう、そのねえその尺度でさ、これならみんな何、左折信号が出るまで、左折の標準方向指示器が出るまでここで止まってくれると思ったんだろう。赤、誰かちょっと変えてくんねえかな。そういうの誰の仕事なんだろう、まあ、政治家か。ちょっと化けが上がってきて、なんかちょっとあなんか可能性が見えてきたか。5の3、まだ180分の1だけどね。ただまあ速やかにドボンせず、早レグが2回
74ゲームとか111ゲームだけどね、まあ、来ましたんで、まだちょっとまたぼんやりだけど、うん、可能性が見えてきたね。もう2発ぐらい早いのポポーンって引けると、合算も何もかんもちょっと一旦整うんだけどな。ここまでは思い通りいかない。さっきはね、ハマっただと140分の1ぐらいまで一旦上がってくれたんだけどさ、でやっぱ深く沈んだところから戻ってきたってなると、やっぱその分なんかこう説得力があるじゃん。やっぱ上がったところから落ちる台より下がったところからやっぱ上がる台でしょ、うん、追いかけるべきは、信じるべきは。当たるんか。89。あー、一気にレギュラー上がってきたな。グリーン、レギュラーのランパーなんかどっちつかずな感じだね。じゃあ6なのかって話になるんだけど、まあちょっとにしちゃ弱いよな。ただそれでもね、可能性はあるんですよみたいな感じでだったことが実際あるからね、何回かね。だから可能性だけはね、あると信じてね。1539ゲームで5の4、171分の1。もう一発早いの。まあ1000ちょいしか、1500ぐらいしか回してないのに、直近でね、572ゲームハマり食らってますんで、まあその一発でね、だいぶ合算落としちゃってるんだけど、まあまあ、逆にあのハマり以外は、まあ妥当っちゃ妥当なんで、まあまあ早めの当たりも来てはいるしね。でここをバケバケバケでバケ3連続で早いビッグまで繋がんなきゃダメよ。そこが思い通りにいけばなんか、うん、いよいよなんかやれそうな気がする。本格的にダメな台はまずそもそもがここまで、うん、持ち直してこないから。あらららら、あー、もう一丁かぶせるかい。38ゲームヒーロー、でもまあ暖色よりじゃ暖色よりか。これで5の5で157。今度はだからビッグがちょっと下がってきたな。レギュラーがむしろ6よりちょっと良くなったかな。でビッグ中のスイカもよしと。やめなくてよかったか。左折信号で切符切られた話をしたら当たり始めたな。やっぱり思ってることは言った方がいい。あの信号は直ちに撤廃すべきだ。僕が国土交通省の大臣だったらもう今日やりますよ。で今まであれで切符切られた人を、あれにする、恩赦する。で同じことを思ってる人がもしかしたら何人か いるんじゃないかと思われますんで、声を上げていこう。この国の左折信号付き信号を変えていきたい。牛尾 TV から変えていきたい。分けのランプがまあまあまだ何とも言えないけどね。ただちょっと偶数寄りなんで、この挙動だとまあ妥当なことを言うんだったら、まあやっぱ4ぐらいなのかなっていうね、見立てにはなっちゃうよね。外れねえかな。おう、外れた。84。ビッグがいいけどな。あ、よしよしよし、おー、つながったつながった、ナイス。これでまたプラテンだな。よしよし、ちょっとこれは本格的に食いついたっぽくないか。よし、まああの状態からよく戻ってきたね。ぶん投げようかと思っちゃったもんな。6の5、151分の1。まだ伸びしろがあるんじゃねえか、この感じだと。この食いつきは本物だと思います。うい、22。あー、いやでもますますなんか本物っぽいね。6の6でとうとう140分の1来たな。これまあ、1000ゲームで1回だったレギュラーが1600ゲームでもう6回だからね。ってことは、まあね、設定が分かんないから何分の1で抽選してるレギュラーなのか分かんないけど、ただまあ仮に4から上の設定だと、まあ仮定するに、
600ゲームでこれを6回弾けるってことは、5回弾けるってことは、スマパチとかでも弾けるってことよね。同じ現象が起こっても不思議はないと。じゃあそっちで弾きたいっていうのはあるんだけどな。だからスマパチっていうか、まあリゼロなんだけど、もう打つたびになんか同じことその話してるよ。花花の6のレギュラー確率よりちょっといいぐらいっていう台で初当たりを引かないわけがないじゃないかと。花花の6でレギュラー簡単に引くだろんなもん。でも本当1000ぐらいの時、あの500ハマってるとこで、もしやめてて、であの台実は5だったんですとかさ、6だったんですとか後から言われても嘘だろってなるじゃん。でもこうなっちゃったらもうやっぱりとしかならないっていうね。恐ろしいでしょ。だからなんだろう、自分が打ってる時にさ当たらないとさ、結局なんか設定がないというね予想になって、でまあまあぶん投げるんだけど、あそこからこうなるから ねレギュラーも上がったし、普通のスイカもね来てるし、中身的にはもう大丈夫なんじゃないかなと思うんだけどな。だからこれがじゃあ本当に4とかだったりしたら、あとはもう腕次第だな。何気にな、妥当なラインの当たりが あるようであんまりないからな。ここから、150ぐらいまでの間の妥当なとこ、うい、138ビッグがいいな。あー負けくさい。ひゅー、全然負け引かなかったのにね、急にだもんね。青6の7で140。おい、ナイス。いや本格的に良くなってきたな。いやここまでなんか本物っぽく仕上がってくるとは思わなかった。でも7の7で134、なんだったら6まであるんじゃねえかっていうね。なんか化けのランプもなんかどっちつかずな感じだしね。ここビッグ一発で終わってほしくねえな。ビッグビッグの連チャンっていうのがあるようでないんだよね今日。ここでなポロポロポロってビッグの 2,3 発も引っかかればもういよいよ安泰なんだけどね。安泰どころかまあまあ勝って帰れるんじゃないかっていうぐらいの見通しなんだけど、どう、そういう大器晩成型の仕上がり方してくれと。まあ、今日から2月なんでね、初手からいい感じのスタートになったなというねことなんだけど、まあこうなってしまえばもう大丈夫なんだけど、ただまあ道中ね600近くまでハマったっていう、まあ、マイナス方面の実績も一応あるにはあるからね。まあさすがに大丈夫だと思うけどな今日もな。うまくすりゃお流し2000枚ぐらいだったらいけそうな位置につけてんだけどな。いやーまた出玉のピークのとこからちょっとハマり始めてんな。まもなく200、あ行くかなっていうぐらいのとこに出玉が行くとハマる、だからなんていうかいい意味での出玉の勢いみたいのがないんだよな、キレというかね。185ビッグがいいんだけどな。滑った、あーセーフ、よし。早いのが来ない。11はまあギリか、よしよしよし、まあちょっと増えた。9の7で136分の1だからこれにて完全に整ったね。しかしまあ危ないとこだったよね。よくよく思い返してみたらさ、俺最後の1000円みたいな状況じゃなかった？あの最後の1000円のとこで当たってなかったら今頃どうなってたかも分かったもんじゃないよ。だしこれ確実にもういい台なんで、ね、捨ててたよね。危ない、本当に危ないって考えたら、よしよしよし、47、これクレジット、これ44枚残ってるけど、これクレジットだからね。47ゲームもう即連よ。実質即連赤。なんかいよいよなんか6っぽくなってきたなこれ。いや相当来てるよ。
9の8で131分の1。まだ出んだろねえ。ビッグの連チャンらしい連チャンが全くないんだけど、それでも増えてっちゃうもんね。一頑張りできればちょっといい枚数流せそうなんだけどな。なんか平凡なとこで終わっちゃいそうな雰囲気も先にしてもらず、200にビッグがいい、ビッグどれがいい。あー、フォー来るか。10の10で145。まあこんなとこかな。エンジンがかかりそうでかからなかったね、最後までね。よし、いいだろう。おっ、おお、最後の最後でえらいもいたな。まあでもぼちぼち出たな。1000、どうだろう。まあ定まで1000枚は浮いてないから、グラフ的にね、1200、300枚ぐらいなのかな。10の10、11の10で139で、ビッグ中のスイカが何気に後半全然落ちなくなって、結局ビッグ11回でスイカ5回なんだよね。だいぶそこだけ微妙になっちゃったけど、まあまあ7位なんでね、これでまあまあ、設定がないってことはないですから。いや、ワンチャン6とかあると思うよ。もうちょっとビッグに寄ってくれてればなっていう感じだよな。はい、いいでしょう。 OK、 終了。はい、実際終わりました。投資500枚ね、もうやめる寸前だったんですけど、からじゃん、1219枚。まあプラスだから719枚ってことなんですけど、ダメだと思ったね。まあこれは厳しいんだろうなと多分言うのは、前半多分ありありと伝わったんじゃないかと。だからやっぱ1000ゲームぐらい回してボーナス 4,5 回かな。でまあ、かろうじてまあビッグが引けてたから投資がそんなにかさまなかったということなんですけど、でも、まあ、1万円入って、であとあそこから、もう一歩もう一段踏み込んでやる、だから理由がね、なかなかね見つけづらいというかね。いや本当危なかったですよあれ。例えばあの立ち上がりでまだ化けが晴れてるとかだったらまだねお金入れれるんですよ。なんですけど化けもついてこない、でまあビッグもまあ数える程度しか引いてないから、スイカはまあ多少落ちてたんですけど、かといってまあそこから先2枚目あるいは3枚目と入れれるかと言われるとなかなかというところでね、本当ギリギリのとこで、あれ多分あの1万円のところで引っかからずやめてたら、当然僕の中であの台の設定はなかったんじゃないかという結論になるんですね。でいや実はあれいい台だったみたいなこと後から言って、え、嘘でしょみたいな、そういうやり取りをね、僕は過去幾度となくいろんなお店のいろんな店長とかでやってきてますから、うん、だからまあ安易にね設定がないとかね、逆にあるとかね口にしちゃいけないなというのをね、今までの花々人生パチスロ人生で得た、学んできた、学んで得た教訓なんですけども、今日なんかまさにですよね。あれ本当勝ち負け紙一重だなと。本当はまだからそこまで入る前の段階でもうちょっと当たって、どこかできっかけがつかめているという方がね、多分まあそれは多いは多いんですよ。なんだけど本当場合によっちゃ1000ゲームぐらい回しても全然ね、いい挙動が見受けられないということが、まあ今日みたいな展開がありますんで、ご覧の皆様におかれましたですね、とりわけその設定が入ってるであろうと思われるお店で打つときは1000ゲームぐらいの段階でちょっとね一度ね立ち止まって本当にないのかというのをね
自問自答してもらいたいと思います。ただまあ粘れるものと粘れないものがありますんで、やっぱ当たんなかったら粘れないんでね、あとまあ良くない台で粘ってしまうというリスクも考えると、どこかで線は引かなきゃいけないんですけど、まああのぐらいの挙動だとまだ可能性はだから十分に残るというのはね、まあお見せできたんじゃないかと思いますんで、一つ皆さんもいい台を、一度掴んだいい台を捨てないという意味でですね、一つ参考にしてもらえればよろしいんじゃないかなというふうに思います。まあ2月1発目、今日2月1日ですけど、プラスでスタートできましたんで、今月はちょっと先月12番負け、13番負け、そのぐらい取り返せるように、ね、また頑張っていこうと思います。ありがとうございました。